こんにちは。エクソで人気メンバーだったルハンさんは現在は脱退して中国を拠点に活動していますが、彼女や結婚の噂も話題です。今回はルハンさんについてエクソ脱退理由、出演映画やドラマなど現在の活動、彼女と結婚予定などを紹介します。元エクソルハンのプロフィール。ルハンさんは1990年4月20日に北京市で生まれました。幼い頃から歌手になることを夢見て、2008年に韓国へ留学。遠征大学の韓国語能力試験に合格し、2009年にソウル総合芸術学校医実用音楽芸術学部入学に入学しました。留学中にソウルの明洞を歩いていた時に SM エンターテインメントにスカウトされ、2010年に同事務所の練習生に。2012年にエクソのメンバーとしてデビューしました。韓国人8人と中国人4人で構成され、韓国で活動するエクソ系と中国で活動するエクソ M に分かれての活動もありました。ルハンさんはエクソ、エクソ M のメンバーで、エクソ M ではメインボーカルであり、リードダンサーという実力の持ち主でもあります。ルハンさんは昔から韓国で音楽の勉強をするという意思を持っていて、当時中国で通っていた学校を自主退学して2008年に韓国へ留学しました。2008年に SM エンターテインメントにオーディションを受け、会に続き2人目のエクソメンバーとして公開されました。ルハンさんはそのビジュアルとともにダンス、歌のレベルも高く、エクソーチでは常に上位に食い込む大人気のメンバーでした。しかしその後、2014年9月に過労と睡眠障害を理由に活動を中断。2014年10月、所属事務所 SM エンターテインメント相手に専属契約効力不存在確認訴訟を提起して、事実上の脱退。現在は故郷である中国に戻り活動しています。エクソには中国人メンバーが4人いましたが、クリスさん、ルハンさん、タオさんの3人は脱退の道を選んでいます。クリスさんが最初に脱退してから5ヶ月後、2人目の脱退者となったのがルハンさんです。ルハンさんはクリスさん同様、専属契約効力不存在確認の訴訟を起こしました。ルハンさんの訴訟内容もクリスさんと同じで、将来のビジョンを事務所側が提示しなかったことや不合理な収益分配、健康面についての問題を挙げています。またルハンさんの友達によると、家に帰れず韓国に留まらなければならないことで、年を取った家族のそばにいたいと思うようになったことも理由にあると言われています。その後タオさんも事務所に訴訟を起こすなど脱退騒動が続き、中国人メンバーの相次ぐ脱退に衝撃が走りました。ルハンさんは訴訟後、すれ違う事務所との合意は難しいかと思われました。しかし事務所と合意に至り、現在は中国で俳優活動や歌手活動を続け大活躍中です。ルハンさんはマット・デイモン主演のハリウッド映画グレート・ウォールにポンヨンという戦士の役として出演しています。ルハンさんは中国で歌手俳優の活動をしています。またテレビのバラエティ番組にも出演しているようで、活躍の幅を広げています。ルハンさんが本来やりたかったことを母国である中国で実現しているようですね。まさに順風満帆というところでしょう。ルハンの彼女とは、ルハンさんは中国版のツイッターと呼ばれるウェイボーを通して突然の熱愛宣言をして話題になりました。ルハンさんは自身のウェイボーに、皆さんこんにちは、皆さんにご紹介します、僕の彼女です、とのコメントと、女優のグァンシャオトンさんのウェイボーの ID をタグ付けした投稿をアップ。またグァンシャオトンさん自身もウェイボーにルハンさんの ID を加え、ルハンの書き込みに答えました。その後グァンシャオトンさんの関係者は中国メディアに、熱愛は事実と伝えました。ルハンさんの個人事務所もルハンさんの熱愛を認め、公開恋愛となったわけです。二人の出会いはドラマでの共演だそうです。ドラマ「スイートコンバット」という作品で
ルハンさんとバーシャお父さんは共演しています。そのドラマでは熱愛シーンもあったということで、そこから真剣交際に発展したと言われています。ルハンさんは以前に好きな女性のタイプとして、髪が長くて口が小さくて目が大きい子と答えていたそう。そんなルハンさんの理想にぴったり当てはまっているのがグアンシャお父さんなのではないでしょうか。ちなみに以前グアンシャお父さんはエクソのレイさんと恋人役で共演したこともあります。交際発表後、2人は日本に数回姿を見せています。なぜ日本ばかりなのか。それはルハンさんが飛行機恐怖症を抱えているのが理由の一つのようだと言われています。ルハンさんは普段移動には車や鉄道を使うことが多いのはファンの間でよく知られている事実です。日本は距離も近いため比較的飛行機に耐えられる距離と言われています。日本では高級ファッション店でショッピングをしたり、東京新大久保にも登場したりしているようです。大きな黒いマスクをしたルハンさんの背後にホットパンツ姿のガーシャオトンが続いて、デートを楽しむ様子が撮られています。また2019年のバレンタインデーにはソウル皇后邸ロデオの一帯で目撃されており、ソウルでバレンタインデーを過ごしていたようです。2017年には一時グアシャお父さんの妊娠説が流れて結婚間近と伝えられたこともありました。しかし結局この噂はデマで、世間の2人への注目度の高さがうかがえるものでした。2019年、家を購入したことでいよいよ結婚するのではないかとネット上で噂が飛び交い、 X でと言われる日まで出てくるなど噂は加熱していきました。入籍を公式発表する見込みだとの話題も飛び出し大騒ぎになったのですが、結局ルハンさんの個人事務所では X でと言われていた日に中国版 Twitter を通じて噂を否定しました。ネット上に出回っているルハンさんのものとされる豪邸写真の上にデカデカと偽の文字を加えた写真を掲載。完全なデマであり、すでに証拠は保存しているので拡散しないようお願いしますと警告を添えたのです。交際期間も長い2人は結婚を決意し、彼女もそれに同意したと伝えられていますが、結婚へのハードルは高そうなのです。その理由はグアンシャお父さんの母親の反対です。ルハンさんにはドド整形の噂が出ていて、彼女の母親を説得するのは大変と言われていますね。またルハンさんは可愛らしいイメージが魅力なので、男らしくも難しいところでしょう。さらにグアンシャお父さんの母親は早婚を望んでいないということで、28歳ぐらいでの結婚を望んでいるそうです。ルハンさんの結婚はまだ先になるということでしょうか。ルハンの出演映画4選。1、20歳よ、もう一度。20歳よ、もう一度は、中国で興収約70億円の大ヒットとなりました。日本でも全国公開され、全米の映画週末興行収入ランキングで初登場43位となった作品です。70歳の老女が20歳に若返るというプロットから生まれた中国映画で、ルハンさんがプロのバンドマンを目指す青年チェンチン役で映画初出演した作品です。監督はレストチェン氏です。2. 見えない目撃者。2011年に制作された韓国映画ブラインドを中国でリメイクした作品で、オリジナル版を手掛けたアン・サンフン監督が再びメガホンを取りました。中国の人気女優ヤンミーさんとルハンさんが共演しています。3年前の事故で視覚を失ってしまった元警察官候補のルシャオシンは、乗っていたタクシーが何かにぶつかった衝撃を感じ、運転手を問いただすが、運転者はそのまま逃げてしまいます。シャオシンとその場を偶然目撃していた若者リンチュンは、それ以降何者かに狙われるようになるというストーリー。 3. グレートウォール。グレートウォールはハリウッドと中国との共同制作作品で、万里の長城に60年に一度やってくる怪物と戦うというストーリーです。また
この映画の制作陣、キャストが超豪華な顔ぶれであることも話題になりました。この映画のクランクインの前夜、ホテルのロビーがルハンさんのファンからの400以上のお祝いの花で埋め尽くされるというエピソードがありました。このルハンの人気ぶりにマット・デイモンさんも驚きを隠せなかったようです。マット・デイモンさんはルハンさんのことを高く評価しており、人間的にも浮ついていない堅実な人物と語っています。名実ともにハリウッドの一員になった作品ですね。4. 卓天記宿命の美少年。この作品はルハンさんの連続ドラマ初主演作です。最強の美男美女が揃い、運命を超えて新天地を切り開くストーリーで、中国では再生回数270億回を記録した超大型ファンタジー時代劇です。ヒロインは三国志、趙雲伝で美貌が話題となったグリーナーザーさん。他にも日本でも人気の若手女優のホープ、ウチェンさん、5人組ユニットフレッシュチーク少年出身のチョンシュウスイさん、アイドルユニットヒットファイブのガオハンユーさん、そして AKB48 の姉妹チーム SNH48 のリンスイさんなど、次世代を担うフレッシュなアイドル級の美男美女が勢ぞろいしたドラマです。ルハンの年収は30億円超え。中国で90高とは1990年代生まれの人のこと。実は中国の芸能カルチャーシーンには1億円以上の資産を持つ95のスターが多く存在します。この億万長者のスターたちの中に1990年生まれのルハンさんも含まれていましたが、中国国内のエンタメ界にはルハンさんを皮切りに、頂流、高い知名度を持つ有名人は歩くホロ博のようなものという言葉が登場。一定期間内に開かれたウェブサイトアドレスへの人気訪問回数が影響力を持つ時代に入っていったと言われます。そのルハンさんですが、2017年6月30日時点の過去1年間の年収は2100万ドル、約24億円。同年9月に発表された米紙フォープスによる中国の長者番付では2位にランクイン。年収は1億8160万元、約29億6000万円と紹介されています。億万長者のスターとなったルハンさん、数百万元の限定時計を身につけ、8000万元、約13億円の別荘マンションに住み、まさにセレクそのものですね。スポーツカーの女王と呼ばれるマセラティに自身もよく乗り、仲の良い友人に送ったとされる車も100万元、約1600万円以上する高級車。いくら気前が良いといえども、びっくりする金額です。そんなルハンさんは、イケメンであるだけでなく、友人はもとより、恋人にはそれ以上に、お金に対してはケチることのない、寛大な、生粋の北京人なのでしょう。元エクソルハンさんのエクソ脱退の理由や現在、彼女や結婚についてまとめました。中国で大活躍しているルハンさんですが、大好きな彼女との結婚はなかなか難しいようです。映画、ドラマなどで活躍しているルハンさんの仕事とプライベートをこれからも応援しつつ、見守っていきましょう。